が川崎彫刻の演奏をお楽しみにいただいておりますでしょうか。楽しい時間はですね早く過ぎるもので、本日残り3曲をお送りする時間となりました。その前にですね、今日演奏しております、バンドメンバーを改めて皆様にご紹介させていただきたいと思います。まずはキーボードを担当しておりますショーン・ハンロン・ジョッキュ・クヘイ、ギター・アーロン・ワイリー・グッソ、ベース・マーク・フランデン総長、ドラム・アンジュリュー・クレメンソン・ジョキュ・クヘイ、サックス・向こうからいきましょう、ロン・グレン・ギロ・グッソ、デリック・ニュー・ボールド・イト・クヘイ、ジム・バトラー総長、リッキー・スウェム総長、トランペットベン・ハイエ上級空砲、デイブ・ウクター上級空兵、そしてボーカルマーラ・アマドール上級空兵、アリシア・キャンセル・リット空兵、それからですね音響をしておりますネイサン・マーティン上級空兵、ミュージックディレクターですクレイグ・フレンチ・軍曹、そしてグループこのパシフィックショーケースのグループリーダーをしておりますトロンボーンカール・ブラッドリー総長、以上のメンバーでお送りしております。さて最後はですねやはり一番リクエストをいただいておりますが、1942年から44年までアメリカ空軍の前身でありますアメリカ陸軍航空隊の軍楽隊長として活躍をしました、私たち空軍音楽隊の大先輩にあたりますグレミラー少佐に敬意を表し、グレミラー楽団ライブラリーよりお送りしたいと思います。1曲目はアンドリューシスターズが歌いましたブギウギビューグルボーイをお送りいたします。マーラとアリシアのキュートでお茶目なダンスにご注目いただきたいと思います。そして2曲目はグレミラー楽団のテーマソング、ご存知ムーンライトセレナで、そして本日のオラスはグレミラー楽団の最も有名な曲ではないでしょうかインザムードで皆様とお別れしたいと思います。どうぞスイングジャズの黄金時代を築きましたグレミラーの世界を存分にお楽しみください。